お疲れ様です。プチたちです。プチです。たちです。よろしくお願いします。お願いします。なあちゃんは寝ましたということで、今日は大人のお疲れ様会大人のお疲れ様会育児のお疲れ様会、うん、晩酌をしましょう。久々だよな。久々だな。2人で一緒にお酒飲むことなんてめったにないんですよ。どっちかは飲まんとこっていう話をして、そう今が9時半ということで、はい、大体なあちゃんこのぐらいに寝てます。うん、もう何も喋れないから疲れちゃって、飲まないと喋られないから。ぶーちゃん今日疲れましたね。うん、買い物して打ち合わせして、さちくんは今日 YouTube 投稿日だったんで編集して、はい、私はご飯作ったり、うん、衣替えしょったりして、ぶーちゃん TikTok 編集したりな、いろいろ忙しかったな、なんか、うん、でな、今日はな、飲みながらちょっとお互い発表し合いっこせないけんものがあるんですよ。これです。じゃじゃん、健康診断のお知らせ。はい、受けてきました。はい、みんな受け取る？会社勤めの人は受け取るだろうけど、私らは、うん、自ら受けないとずっと受けないんですよ。受ける機会がない。そう、だから今回お金払って健康診断とピロリ菌の検査とアレルギー検査をしてきました。はい、なあちゃんのアレルギー検査はこの動画でやってます。まあ、とりあえず飲もうか。飲もうか。そうだな、うん、よだれが出そうだプブブンプン。プチタチ。はい、ということでですね、はい、本日の健康診断の発表のお供はですね、聞いたことない。飲めんって、それで。ちょっとつまみにはならん。血圧120、あー、飲めんって。飲めん。私の本日のお供は、皆さん知っとると思う。ブーちゃんがミオ好きだっていうことは。高いんですよ、このお酒。だけど、もう普段飲まんけ、飲むときはもうこれ、決めてます。高いのにも訳があると。たちくんは？高いのには訳があると。一番好きなビール、うん。はい、プレモル一番好きです。はい。じゃあ高いんでね、普段はもっと安いやつ買ってます。さあ、飲もう。はい。あ、次ましょうか？いいです、いいです。はい。この人ビール入れるのめっちゃ下手なんですよ。ちょっとやらして。やだやだ。ならちょっと。やだやだ。いけいけ、ほんといけ。プレモルが死ぬ。なんでー。だって9割あがいない。みんな見たいって絶対。このさ、コップじゃ見れんって。はい、とりあえずじゃあ、はい、日々の育児、それからこれから発表する健康診断について、はい、乾杯。ちょっとごめんね。うまっ。まあ、お供なんかもね、ちゃんと買ってきてますんで。もっと買ってますよ。はい。これ私の。これめっちゃうまいから。うん、これな。タチくん大好物。いただきまーす。ああ。いや、ブーちゃんから最後に受けたの、一昨年の8月かな。これもそんぐらいかな。普通の企業で受けるような健康診断です。うん、まず、身長と体重、うん、散々ショートとかでよるけ言うけど、うん、身長は 153.5、うん、体重は 44.2 でした。うん、普通体重ですね。で、普通体重。血圧も全く異常なし。105の59。うん、だんだん上がちょっと低いぐらいだね。そうそうそう、うん、血液系も大丈夫やし、肝機能も大丈夫で、糖代謝とか、まあ、尿検査とかも特に問題はなかったです。はいはい、はい、うん、で、心配しとったんよ、ピロリ。これ、胃がんの原因になるって言われてるかいね。うん、あと、親が経験がある。あ、そうそう、親が経験あるけ、まあ、見といた方がいいなと思って、見ましたけども、こちらも異常なしでした。よかった、よかった。それは俺、一番心配してました。しかし。しかし。脂質。コレステロール値がですね、これね、私、前からなのよ。基準より低い。基準値が70から139。私、60なんですよね。低いな。うん、今回は軽度所見、まあ日常生活の支障はありませんって出てるんだけど、一、うん、回精密検査受けたことあるの、うん、どうだったそれは。その時は大丈夫だった。だから毎回コレステロールは出るのよね。食べたらいいもんがある。なんだろうな、マヨネーズとか。もうチューチューしといてよだけ来年受けるときに治せれるように食べ物をね、うん、考えたいと思います。全然めちゃくちゃ健康ですね。そう、もうそれ以外は本当に健康だった、うん、アレルギーは後から発表します。僕はですね、まあ、身長がこれ泣いたんだけど、うん、173.9。えっ、幅4ドルが
この人サバ読んでます、ずっと74って言おうたんよ、うん、で2年前測った時も74だったの、ちゃんと 3.9 です。でまあこれ夕方だったんよ、俺朝あったら多分4あった、大学の時は5あった、どんどん10年後さ、えだってな、タチくんな、うん、どえらい猫背なわけ、ほんとに姿勢直した方がいいと思う、うん、それが原因かもしれんな、うん、で、あとも視力も、まあ、僕めちゃくちゃいいんで大丈夫で、うん、聴力問題なし、血圧も問題ないですね、うん、111-68、うん、ああ、いいじゃん、もう教科書通りです、うん、ちょっと一回飲ましていいよ、血圧がさ、教科書通りすぎてちょっと飲めるだろ、飲めるわ、どうぞちょっともう一杯いこう、血圧いけるぞで、次血液関係ですね、白血球数や赤血球数とかまあいろいろありますよ、ちょっと字が読めないんですけどあと、ヘタ取ったトマトみたいなヘタ取ったトマトみたいなやつも大丈夫、脂質とか、ふーちゃんさっき引っかかっとった LDL とか、うん、もう全然大丈夫、うーん、で他も問題なくて、うん、ちょ、ごめん異常あったよ、常識的に異常あるあとピロリ、ピロリはどうだった、うちの家系結構ピロリ族なんだけど、うん、ピロリ族、うん、本当で大丈夫でした、よかったな、これは本当によかった、よかったな、これ受けてよかった、問題はですね、えちょっと問題が あったの、あるみたいで、うん、肝機能が良くないみたい、どれほど良くないの、基準値-30で俺28、うん、-30で45、-50で30代、結構高いかな、え高くない、えプーちゃんより全然高い、基準値一緒だもんな、うん、肝機能が悪いです僕、でも僕お酒飲まないんですよ、普段夜編集したりしてるから、うん、お酒だけじゃないと思うね、何が原因なんですか、何が原因なんだろう、知識ある方教えてください、初めて、初めて、私さ思うけどさ、うん、運動不足だと思う、全然しないけどね、うん、歩くか、うん、てか走ろうかなって思ったって、ふーちゃん、まあ、せっかく靴買ってくれたしな、うん、誕生日の時、うん、実はあれから一回走ったんですけど、うん、2週間ぐらい前、今日本当走ろうと思ってたんですけど、あいにくの雨っていうことで、本当残念だったな、いや私は言ったよ、雨降る前に、絵だけ、うん、そんだけ、まあ、感じるのがよくないよって、へえ、怖いな、ちょっと怖いよな、大丈夫今日、今日は忘れよう、え、待って、ちょっと体重、体重体重体重、教えて、相手言ってなかったのに女子か、65です、でも標準体重だから174cm で65kg、あ、まあ普通じゃんって思うじゃん、でも私とさ、初めて会った時さ60なかったんよ、なんなら57とかあったよな、53ぐらいまで落ちたことあるって、私と10kg ぐらいしか変わらないんだけどっていう時があったんですよ、うん、1回あった、奈々ちゃん生まれた時も58だったんですよ、うん、この1年で7kg っす7kg、幸せ太りです、娘も可愛いし、幸せ太りってあるんだな、あ、本当で、うん、まあ、検診結果以上です、運動しましょう、運動マジでしよう、うん、みんな、うん、じゃあ次アレルギー検査、うん、行きましょう、おい、私から言おうかな、リュウ39ってやつ、うん、決まってるやつな、受けました、うん、じゃあ発表します、私初めて受けました、あー、だよな、うん、私ないと思っとったんやな、うん、あったあったの、あった、へ、あのね、まあでもやっぱ自覚症状通り陰性が多かったけど、3つ、はい、ありましてですね、そのうちの1つ偽陽性、クラスごとに陰性、偽陽性、陽性が決まってます、うん、偽陽性がですね G です、 G? ゴキブリえ、クラス 1? うん、ゴキブリ、うん、飲めるな飯馬みたいに生きてもらえる本当に、そう、ゴキブリをさ、どうするよ、どうしたことによってアレルギーが発症するんだろうって思って、ゴキブリの糞とかとかじゃない、うーん、うち築2年なんでまだゴキブリって一体も見たことない、見たことない、なんかショック、まあでもね、うん、2つあと、あ、そうかそうか、これはしっかりと陽性で出ました、夜景表ヒダニと
ハウスダスト。いやー、ほこり系だな。うん。これな、私自覚症状あるんよ。うん。クラスさん。うん。だけ、大掃除するときとか、マスクして掃除せんと、うん、もう、やばいことになるの。定期的に布団を干さなきゃいけないし。うん、ほん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 。普通にあったな。うん。だけど、以上です。もう他、一切なし。ほんとだ。全くないじゃん。全くない。すいませんね。なんか、面白くなって、ゴキブリですいませんでした。飲めたんで、あれって言うの。じゃあ続いて私、まず僕ちっちゃい時からすんごいありまして、スギとかヨモギとかもうそういう系、ハウスダストとかもし、犬とか猫とか動物系も全部ダメだし、キウイとかあったし、ホコリとかに関してはクラス6でした。やばいじゃん、うん、で、今回受けてなんとですね、減ってました。これ減ったの？アレルギーの数、減りました。6個プーちゃんの倍かな。じゃあまず一つ目いくよ、クラス1、スギ。スギ花粉とか言うじゃん。一回も花粉にはなったことない。目が痒くなるとかもない。あとクラス2が2つあって、カモガヤとオオアワガエリ。何それ。草系だな多分。まあこれはあんまり自覚症状ないっす。あとクラス2もう一個あったわ、マラセチア。何それ。カッコ族。いや全く分からん。何それ。カビ。カビ、まあそれもあるということです。はい。最後に焼け氷ひだりとハウスダストがクラス3でした。2つ。あ、じゃあ一緒じゃん。めっちゃ下がってる。半分になってる。まあダニとかハウスダストはさすがに僕も自覚症状あります。でびっくりしたのは犬と猫が亡くなってました。ちっちゃい時から触らんようにはしとったんですけど、まあ、触れるんかな。怖いよな。亡くなったからといって触れるんかっていう、で、あとキウイがなくなってました。キウイ、あの、自家から持って帰ってきたから。え、ちょっと怖いな。スプーン一杯だけ食べるとかやってみたら。なあちゃん方式で、午前中にさじ1。まあ、なあちゃんもな、アレルギー検査受けていくつか出てましたけど、こうやって大きくなるにつれて少なくなっていったらいいね。少なくなるとは思うけど、まあ小麦がね、なくなったら結構でかいけどね。結構でかいよね。まあそんな感じですね。やっぱ家族の健康は食べ物からだと思っとって、私、たちくんも料理してくれるけど、まあ大概私じゃん。ありがとうございます。だけ気使うというか、今回は良かったけど、まあ、でもちょっと肝機能出たじゃん。みんなの健康診断の状態がちょっと悪くなっとったりすると、ショックかも。俺のは食べ物じゃなくて、運動でしょ、多分。だよね。なあちゃんがさ、そこそこ言葉喋るようになってきたら、パパのお腹ポヨンポヨンとかさ、かっこいいパパになってほしいとかさ、言ってほしい。なあちゃん保育園行くまでにそこそこ走れるようになっといてもらわんと。わかりました。嫌よ、私旦那がこける姿とか見たくない。足つったりな。おう、張り切りすぎて。もうだってタチくんさ、情けなって思うのがさ、物を取ろうとしたかなんかな、こうダンスギやばい。あるよ、めっちゃある。肩グイッつったとか言っとるんよ。運転席座っとって、なんか後ろに置いてあるもの取ったり、は、そうそうそう。するときに絶対もうなんかつるんよ、首とか肩が。これで。もうな、私助手席座っとってな。白目向いてるもんな。はい、はい、ということで、まあ、みんなもね、健康診断受けたら共有した方がええと思う。受けてない人は本当受けた方がいいです。特にフリーランスの方とかね。なあ、ほんと、受けた方がいいです。これは意識せんと受けんけ、もう私は8月に受けるってもう決めたんですよ。だからまた来年もね、健康な状態で入れるように反省点を生かしていきましょう。はい、はい、まあ今日はね、いいですよ、飲みましょう、はい、この後も、はい、お疲れ様でした。たちくん、じゃあ運動を頑張ってくださいって思った人はグッドボタンとよろしくお願いします。励みになります。はい、ではまた次の動画でお会いしよう。せーの、ビビー。なちゃん、ママ、ゴキブリアレルギーだって。うん。